ね、中年のタッキーです。今日はね、こいつで撮ったね、これミノルタのユニオマットっていうカメラなんですけど、あ、落ちちゃった、こいつで撮った写真とかを、まあ、ベースにこのカメラの紹介をしようと思ってたんですけども、まあもうすぐにでも作れる、動画作れることは作れるんですけども、ちょっと書き込みにね、気になる書き込みが入ってまいりまして、でそれでいろいろ情報を得ましたんで、そちらをネタにしようかなと思っています。あとちょっとね、ここのところアクセスが急に爆発的に伸びて、以前のね10倍ぐらい、一気に10倍ぐらいにアクセスが伸びてるんですよ。そのことをね、最後の方にちょっとお話ししようと思ってます。今日のお題は、フィルム時代のレンズをそのデジタルカメラに使うのはどうかということで行ってみようと思います。それでは本編スタート。その以前その、EOS50D と EOS5D の比較をしたときに、このレンズを使ったんですね。これフィルム時代の、EF2880、3.5 から 5.6 のこれバージョン4になりますね。それと、EOS50D APS カメラにはこの EFS1855 IS なしですけど、このレンズね、もう見た目も分かると、見てくれたら分かると思うんですけど、大きさもほぼ同じ、ね、設計が非常に、光学設計が非常に似てるんですね。で比較対象にしようと思いまして、動画を作って、まあ、そちらも見ていただければと思いますけど、でその動画にですね、このレンズをデジタルカメラに使うのはどうかっていうコメントが、まあ入ってまいりました。まあこのレンズ実はね、まあ、以前も言ったかな、ハードオフで500円で売ってたジャンクレンズなんですけど、でジャンクレンズって言ってね、中身見たらね、もうカビも全くないですよ。なんでジャンクなんだと思って、でオートフォーカスの精度でも悪いんかなと思ったら、オートフォーカスですけども、ちゃんと合掌するし、まあこのねラバーのところがね結構汚れてたんですよ。それでジャンクだったんだと思うんですけどね。で綺麗に拭いて、もうキリも綺麗になってるんですけど、でその設計も似ている。でカメラに装着した時、こちらをフルサイズに装着して、 EFS を、APS-C に装着して、時に画角が非常に似ていましたので、比較の動画を作って、でその動画にコメントが入ってきたわけなんですけどね。そのネットとかでねよく言われてるんで、確かにデジタルカメラにねフィルム時代のレンズはダメだと、そのダメの根拠がね僕には分かんないし、で実際にデジタルカメラにフィルムカメラ、まあ、こんなレンズも持ってますけど、これ28105かな、 EF3.5 から 4.5、 こんなレンズも使ってますけど、特に不満を感じたことはないんですね。まあ安物レンズなんで、それ逆光フレアとかありますけど、で、キャノンサポートに電話しました。でキャノンサポートに電話したら、お姉ちゃんが電話出て、でまあカメラを買うっていう段取りで、EOS5D Mark III とか Mark IV に、銀塩用、フィルムカメラ用のレンズは使いますかって言ったら、お姉ちゃんが、レンズの型番は何から始まりますかって聞くんで、あ、これはもう EF と FD だな、みたいな感じで、EF ですって言ったら、EF と書いたレンズは、EOS5D Mark IV に全て使えます。EFS 以外の EF は全部使えます。という答えが返ってきて、でまあこんなもんだろうなって感じで電話を切ったら、アンケートにご協力くださいっていう、ショートメールが来たんで、こういうことを聞きたかったのに、こういうマニュアル通りの答えが返ってきたよっていう内容を書いたら、次の日にその人の上司でしょうね、電話かかってきまして、で的外れな回答をして、申し訳ありませんでしたと、謝罪の電話がかかってきたんですね。で、その方かなり詳しいということで、聞きました。ズバリ銀塩用フィルムカメラ用のレンズ、デジタルカメラに使ってはダメです。嘘です。すいません、嘘です。使います。
その方の、話をまず適当にちょっとまとめて流しますと、まずね、デジタルカメラの専用に設計されたレンズっていうのはね、あのピントの合焦する幅がものすごく狭いらしいです。これは理由、ちゃんと理由も言ってもらいました。フィルムっていうのはね、真っ平らじゃないじゃないですか。反ってたりするんですね。で、一応フィルム厚板で後ろから押さえつけてるんですけど、完全に平らじゃない。だから、その、ピントの合焦面に多少余裕を持たせる必要がある。で、それに比べてデジタルのセンサーは真っ平らなんで、その余裕を持たせる必要がないから、そのピントの合焦面っていうのがもうビシッとシビアらしいんですね。つまり、ピント合わせがすごいシビアになってくるんですけど、それは現在のオートフォーカスの性能向上で、まあ、カバーできているということです。そんなわけで、そのデジタルのカメラのレンズ、デジタル専用に作ったレンズっていうのは、フィルムカメラのレンズに比べて、そのシビアな分、開放描写がシャープに出る。つまり、ピント合わせは難しいけど、解像度が高いってわけなんですね。で、まあここで、レンズはね、絞れば解像度が上がります。これデジタル用のレンズも当然そうですし、デジタル用のレンズは絞ったら多分ね、その被写界深度が深くなって、よく間違えた深くなって、そのピントの合焦面が増えていくっていうことになるんですけど、フィルムカメラのその解像度を上げようと思ったら多少絞ればね、あの結構解像上がります。それはその最新のレンズにはかないませんけどね。例えばもう結構使ってるこの EF28105F3.5 から4.5 か、これもね、開放描写はもうろくなもんじゃないですけど、まあ絞れば結構使えるんですよ。絞ればちゃんとあの改造します。で、まあ今回何が言いたいかっていうと、カメラをとりあえずその買うと、でカメラ結構高いんで、まあレンズはさらに高いんで、あのいっぺんにまあその集めるとか無理だっていう人は、あの安いレンズ使っちゃダメかっていうその感覚に間違えそうになると思うんですね。あの特にネットとかでよく書かれてますからね、あのデジタル用のレンズを買わなきゃダメだと。うん、でも全然そんなことはないです。確かにね、バランスっていうのはあるかもしれんすけどね。例えば EOS1DX Mark II にね、この500円のレンズをメインで使うとか、まあそれありえない話なんですけど、まあでもね、そういう特殊な例を除きまして、銀塩時代、フィルム時代のねレンズをねデジタルカメラで使っても全然いいと思います。ね、それなんですか、その銀塩写真用のレンズを使っちゃダメだって誤解したがために、そのお金がかかるから写真を始めないっていう方が怖いです。ぜひね、安いレンズを買ってね、挑戦してみてくださいよ。まあそれはね、その高いレンズ、最新のレンズに比べたら落ちます。特に落ちるのはね、あの逆光フレアとか、まあそういう類のところですね。ゴーストとかね、それはもう古いレンズはね、あのゴーストも出れば、あの逆光フレアも出ます。でもそれは上手にね、絞りを絞るとか、あと逆光で撮らないとかね、実はそのデジタルカメラの特性として、そのセンサーが光沢があるんで、内面反射、があるっていうのもあります。まあ、内面反射のことはキャノンサービスサポートの方は、特に問題ないとおっしゃっておられましたが、ネット上では結構ね、あのやっぱ内面反射って言ってる方がおられますけども、これもね、絞りを多少絞ればね解消します。そんなわけでね、銀塩時代のフィルム時代のレンズをね、デジタルカメラにつけても全然いいと思います。だってね、ミラーレスカメラとかではね、オールドレンズ遊びしてる人がたくさんいます。多分ね、世界、もう実際確認したわけじゃないですけど、ソニーの α7R3 を持ってるけど、FE マウントのレンズ一本持ってない人絶対いると思うんですよ、世界中探してば。もうオールドレンズ専用だ、このカメラっていう人絶対いると思います。だからね、その銀塩写真の、そのレンズをデジタルカメラに使っちゃダメっていうのはね、絶対にないです。使ってください、どんどん。で、ここでちょっと1枚、写真を紹介します。その、レンズをね、選択するっていうのはどういうことかっていうね、写真をちょっと1枚紹介します。はい。これちょっと銀塩写真になるんですけど、フィルム写真になるんですけど、キャノン F1 でレンズが、FL50mm F1.8、和製ビオタって言われてるレンズです。
これね、あんまり綺麗な写真じゃないんですけど、まあ僕が撮った写真なんて大した写真じゃないですけど、まあ、ボケを見てくださいね。ぐるーっと回ったようなボケになってます。まあこれ好きな人と嫌いな人結構いるんですけど、ぐるぐるボケって言われてまして、まあ、ビオタっていうドイツのレンズのコピーレンズで同じボケが出るっていう、知る人は知るオールドレンズです。まあこんな感じでね、その、レンズには味っていうものがあるんですね。このレンズはこういうボケをする。まあ、反射式のレンズだったらリングボケとかしますけど、その、味っていう方がね、その、大事だと思います。それ改造してビシビシに改造するレンズとかね、その改造感を味わいたい人はね、その最新のレンズを選ぶしかないんですけど、まあ、いろんなレンズがあって、いろんな楽しみ方があります。レンズっていうのはね、表現方法の一つです。背景ボケを出したいんだったら、中望遠で明るい開放値の、単焦点レンズを買うとか、まあそういう感じのね、選択をしていくっていうのもありますし、まあレンズっていうのはね、その固定概念にとらわれずいろんなレンズを使えばいいんですよ。でもお金がないんだったら安いレンズ使えばいいし、お金があるんだったら高いレンズを使えばいいと思います。まあ今日の道具はそんな感じです。で、最初に冒頭に申し上げてました、アクセス数がもう飛躍的に伸びてます。これなんでかわかんないんですけど、実はね、報酬をもらえるプログラムっていうのを設定しました。YouTube をやってるとね、報酬をもらえるっていうのは、まあ皆さんご存知の方多いと思うんですけど、で、私のチャンネル登録数はまだ全然足りてないですし、再生回数も全然知れてるんで、報酬なんかもらえるレベルじゃないんですけどね。この間、その、ニコンのカメラを助けたい、ニコンを助けたいって。で、連休の時に酒飲みながら、YouTube でお金もらってニコンのカメラ買えばいいじゃんって思ったんですよ。で、まあやり方わかんなくて2日ぐらいかけて、で、設定したらなんか急にアクセスが伸び始めて、これもしかしたらなんか設定したら、おすすめ動画に上がりやすくなったりするのかよくはわかんないんですけど、で、まあそんな感じでね、まあ、ニコンのカメラもらえるには多分100年ぐらい。ぐらいかかりますけど、設定しなきゃよかったこんなにアクセス増えるんだったら。まあそんな感じでね、アクセスが増えてます。で、アクセスが増えるとね、いろんな人が、まあ、結局入ってきますんで、僕に対する否定的なコメントとかも増えてますし、マイナス評価も増えてます。まあマイナス評価はどうでもいいんですけど、その否定的なコメントに関して、まあ昨日ね、結構否定的なコメント入ってきて対応しながら走ったりとかしてたら、まあ結局到着、僕仕事してますからね、トラックで仕事してますんで、到着地点に行くのが遅れて、まあ別に延着したわけじゃないんですけど、で結局睡眠時間が少なくなってね、今日結構ひどい目に遭いました。で、今日の仕事は余裕がある仕事、もう超余裕がある仕事だったんで良かったんですけど、結構今朝大変だったんです。で、それだけじゃなくって、まあ、否定的なコメントとかバンバン入ってくると、やっぱりイラついたりすると思うんですね。人間ですからね。で、この運転する仕事にとって、イラつくとか、怒るとか、もうそういうのはね、絶対にダメなんですね。で、まあ、それだったら YouTube しなきゃいいんじゃって言う人もいるかもしんないですけど、フィルム写真をね、守ったりとか、やりたい心が強いです。だから、今後、否定的なコメント、ネガティブなコメントは、スルーしたりブロックしたりする可能性があります。まあ、こういう仕事をしている以上ね、ちょっと仕方がないと自分的には思います。まあ、いろんな意見があると思いますけど、了解してくれたらと思います。まあ、否定的な意見くれるのは別に構いませんけど、ブロックしたりするかもしれませんので、よろしくお願いいたします。で、最後にカメラプレゼントの方です。カメラプレゼントね、結局ね、こいつにしました。キャノン AV1。これ、もう見てくれ綺麗。すごい見てくれ綺麗ですよ。見てくれ綺麗なんですけど、ファインダーがちょっと汚いのと、シャッター膜にちょっとシミがあります。で、現在ね、動作確認をするために、モノクロフィルム15枚撮りっていうのをね、フィルム、なんだっけ、ローダーで作って、15枚撮りが今入ってます。で、こいつを取り切って、で、現像して、問題がないようであれば出します。ちょっとね、時間かかってしまう。申し訳ない。これチャットで、ほら、ホットシューカバーまで残ってる。いいでしょ？いいでしょ？これね、ヤフオクで750円、レンズ付きで700円。で、レンズの状態があんま良くないんですけど、まあこの間マウントアダプターでソニーの α9C3 にこのレンズをつけて撮った感じではそこまで影響出てないように見えますんで、このままつけて送りたいと思います。まあこのカメラと決まったわけではないです。もしかしたらシャッタートラブルが出てるかもしれないです。
ですしね。で、出会いのトラブルがないと確認できましたら、カメラプレゼントの、応募を開始したいと思います。そんなわけで、今日の動画はこの辺で、チャンネル登録、ものすごい勢いで増えてます。びっくりしてます、はっきり言って。でも、あえて言います。チャンネル登録してお待ちください。なんなんだ。そんなわけです。今日の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。また、肯定的なコメントよろしくお願いします。それでは、また。